後々その怖いっていう気持ちも来て、小学校の時は現実がいいよ。練習してた場所とかが、けどその地割れが出てる、ボールちょっと触ったりするんです。震災もあったけど、いわきでできてることが一番嬉しいこと、自分にとっては一番嬉しいことなんで、そこでいわきしていこうかなってことになって、こういういい環境があるって思って、感謝して、頑張ってやろうと思って、でも取り組んでました。自分はやっぱ福島が好きですし、いわきが好きです。